本社のサウルスは、東アジアの白秋前期より知られる、ツノリュウルイプシッタコサウルス科の恐竜の属である。記載された化石資料は2つの頭骨のみであるが、近縁種との比較の結果、小型で上下の顎の先が尖ったくちばしになった二足歩行の草食動物であることが示唆される。この化石は、中国領寧省義賢類一層から発掘された多くの、 特別保存状態の良い化石の一つである。復元図俗名の本、シャンは、緩和のくれない山、サウルスはギリシア語で、トカゲの意味のソウロスから来ている。鉱山は、本社のサウルスの化石発見地に近い、古代鉱山文化にちなんだものである。タイプ種であり、唯一の種である、H 方イは、この化石の生前を行った中国科学院、古脊椎動物、 個人類学研究所の教授である法連会に懸命されたものである。俗名及び種名はともに2003年に中国の古生物学者である勇海路、女保士、王蔵林によって命名された。本社のサウルスのタイプ標本であるアイボップ v 1 2 7 0 4は幼体の頭骨であり、右側と上顎の先端を除き完全に保存されている。 この頭骨の長さは5センチメートル弱である。後にはるかに大きい生態の頭骨が記載され、iBOP V12617 とされた。この標本は2 0トルほどである。いくつかの差異があり二足を分けているが、頭骨は禁煙種であるプシッタコサウルスととてもよく似ている。本社のサウルスは他のどのプシッタコサウルスかのものより低い頭骨を持っていて、 眼下は丸くなく楕円形である。You and 中、セレーノはこのプロポーションの違いは、本社のサウルスの頭骨が圧力で壊されたためだと、みなしている。香港科学博物館に展示された、本社にソリス方位これらの頭骨は中国、儀県類像から発掘されたが、ここは、多くの羽毛恐竜を含む非常に保存状態の良い、化石の産地として有名である。 放射年代測定による、この類想の年代は白亜紀前期やプチアン初期で、約1億2500万年前である。技研では、多くのプシッタコサウルスの標本が発見されており、ディスプレイのために使用されたと思われる長い合毛の列をに持つものも含まれる。本社のサウルスは、頭骨資料しか知られていないため、このような合毛を持っていたかどうかは不明である。本社のサウルスは、 最初に記載された際、プシッタコサウルス科に配置されたが、以来どの系統解析にも含まれていない。現在、プシッタコサウルス科に分類されている属は、プシッタコサウルス自身のみであるが、この属には一ダース、近い個別の種が含まれる。プシッタコサウルスは特に原始的な、角流類である。より多くのものを含むグループである新角流類は、実は、プシッタコサウルスより、 派生的なすべての都の流類と定義されている。セレーノでは、本社のサウルスは、プシッタコサウルスのジュニアシノニムであるとみなされ、潜在的には、ピール・ギア・チネンシスと同じであるとされている。H 方位のホロタイプ頭骨の難点ゆえ、2種を同一種とはせず、新たな組み合わせ P 方位を、プシッタコサウルス族の疑問名とすることを考案した。ありがとうございます。